こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は2024年、今年の3月11日、サポートを開始して、6月17日に売上3454ドル、販売個数114個、達成した会員さんの経過報告を、シェアしたいと思います。副業で初めての物販にオーストラリアアマゾンを選んだ Y さんのサポートの事例報告です。で、実はこれ先日もね、3ヶ月目前で、もう売上3000ドル、それからね、売上個数、100個達成しそうですというね、割と順調な、感じでね、報告いただいたんで、その動画をこう作ってあります。これもどういうふうな感じでね、この3ヶ月弱やってきたかが、書いてあって、これ5月の21日の報告なんですけど、その後実はスランプというか不調になったり商品をなくされたりしました。ね。でもそこね、回復してスランプを脱出するようなアドバイスしてカート取るようになって売り上げが復活して、それから商品なくされたけどね、なくされたもんはしょうがないということでね、あまり気にせず取り組んでいただいて、で、無事ね、3154ドル達成したということなんでね。やっぱりね、やっていけば、うまくいくときもあればね、ちょっとスランプになるときもありますし、逆にね、なんでこんなね、商品なくされたり、こんな返品を受けるんだというね、ちょっと理不尽というか納得いかないようなこともありますけど、そういうのをね、できるだけダメージを受けず、さらっと流せるように、あるいはね、スランプをね、早く出せるように、サポートさせていただいてますんで、素直に聞いていただくと、割とスランプにも落ちにくい、落ちた時もすぐ復活するということでね、今回の売り上げになってますんで、細かくは、ね、読み上げていくと結構長い動画になっちゃいますんでね、この経過報告細かく書いてありますんで、見てください。売上止まりましたということでね、いただいたんですけど、結局、一個一個の商品をチェックしてね、やっぱカート取れる率が下がってるんで、取りましょうということでね、カート取ったらもう売り上げは復活しました。それから商品ね、2回続けて同じ商品がなくされたということがありましたけど、これはね、なぜか、どうすればいいかというのはね、なかなか難しいんですけど、少なくとも2回続けてなくされた商品、3度目の正直、試すまでもなく、ね、この商品、なぜかなくなるねということでね、もう入れるのやめますということに、対応しました。もうそれ非常にいい選択です。そうこうして、一時スランプになったり商品なくされたものの、ね、前回の報告から約1ヶ月弱で、なかなかたどり着かなかった売上、30日で100件、3000ドルの壁も超えてしまえばあっさりと伸びきり、再度割り込む雰囲気は今のところありませんというね、嬉しいご報告をいただきました。この方、割とね、感じたこととかを質問してくれますし、割と報告まめなんで、どんな風にサポートしてね、売り上げ伸びてるかとか、非常に分かりやすい、報告になってますから、なかなかこの3000ドル、売り上げ100個達成のイメージが湧かないという会員さんはね、この動画見てください。かなりイメージしやすくなるなと思います。そしてここまでいけば、あとはね、この延長で儲かる商品を増やしていくだけの話なんで、割と、順調に売り上げ伸びます。一番しんどいところはもうね、終わったかなという感じなんでね、まずは、この会社さんも、これ達成できてない会社さんは、ここを目標に、ね、月間販売個数100個、で売上3000ドルを目標にやっていってください。またご質問、ご報告をお待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。